和の御代における金城陛下の祝賀御列の儀が11月10日に執り行われます。戦後のマスコミでは、それ以前とは皇室関連の表現に差異が見られます。この機会に、それまではどのような表現だったのかを知識として知っておくのも、日本人として無意味ではないでしょう。どのような言葉が言い換えられているのか、なぜこのような言い換えが行われるようになったのか、それぞれで考えてみてください。皇后さま。皇后陛下。秋篠宮さま。秋篠宮皇嗣殿下。紀子さま。秋篠宮皇嗣妃殿下。愛子さま。敏宮内親王殿下。悠仁さま。悠仁親王殿下。美智子さま。上皇后陛下。お言葉。直後など。ご心配。ご新年など。ご出席。森林など。お食事。雲など。十問中、いくつ元の言葉にできましたか？世界でも、稀有な歴史と基盤を持つ天皇、皇室を表す言葉が、どうしてマスコミによって言い換えられているのか。この機会に、ぜひ調べてみてくださいね。謹んで、金城陛下のご即位にお祝いを申し上げさせていただきます。